こんにちは、あがり夫婦です。今回、よくある質問の中、つまり私たち夫婦のところに届く質問の中で特に多い質問にズバリ答えるセミナーを行いたいと思っています。その質問とは何か、実はいつになったら結婚できますかという質問なんですね。私はいつ結婚できるでしょうか。実はこの質問とっても多いんです。今までもいろんな婚活だったりとやってみたりとか、あるいは、いろんな出会いと別れを経験したけれども、なかなか結婚まで至らない、あるいは結婚につながるような出会いに恵まれない、そんな人たちがだんだん心細い気持ちになってきて、いつになったら私結婚することができるでしょうかという質問をいただくんですね。でもね、いつになったら私結婚できますかという質問、あるいはいつになったら私結婚できるのかなという質問を自分にしている間は、結婚することがなかなか難しいと思います。そうではなくて、こういう質問をしてみてください。それは、自分が望むベストなタイミングで結婚するにはどうしたらいいですか？という質問です。どうやったら自分が望むこのタイミングで結婚することができますか？それを私たち夫婦に聞いてくださったら、私たち夫婦は的確にアドバイスを行うことができるからです。そして、今回、今夏ですので、夏真っ盛りのタイミングでセミナーを行いたいというふうに思っているんですが、この夏から始めて、来年春、そして来年春からジューンブライトと言われる6月までの間に結婚するための逆算スケジュールを教えるする、その名もズバリ逆算スケジュールセミナーを行いたいと思っています。こういった形でね、逆算スケジュールのセミナーを行うのって初めてなんですけれども、なぜこれを行うかっていうと、やっぱりね、こう節目を作ることが結婚に関してはちょっと難しいからなんですね。いついつまで結婚しようって思っているんだけれども、気がついたらその年齢を過ぎちゃった。来年こそは結婚相手を見つけようって1月1日の元旦の時には、あ、今年こそはって思うんだけれども、気がついたらもう半年も来ちゃったなんてことが、結婚に関しては特に起こりやすいからなんです。もちろんね、例えば女性であれば出産する、まあ、妊娠出産のタイミングが肉体的なタイムリミットとなって、その時までに結婚したいと強く望む、あるいはそうしようって決めるっていうことができるんですけども、多くの方は気持ちの上ではそういう、自分なりの区切りね、このタイミングには結婚していたいっていう気持ちがあるんですが、毎日の生活が忙しかったり、実際にそのタイミングまでになんかこう目ぼしいって言うと変かもしれないですが、あ、いいなと思う異性となかなか巡り合わなかったりとかすると、その期限はどんどん後ろに先延ばしされるんですね。そしてこのどんどん後ろに先延ばしされることに対して、最近はね、例えば親だったり世間だったりもやいや言わないですよね。そうすると、気がついたらもうどんどん後ろに伸びていってしまいます。実際、過去最高の障害未婚率を今、数字的には達してるんですね。そうするとですね、周りにも、独身がいっぱいいるので、なんとなく、まだ大丈夫かななんていう気持ちがどんどん増えていってですね、より一層ずるずるいきます。でもね、考えてみてください。あなたが80歳になった時に、クリスマス誰と過ごしていますか？お正月は？お誕生日におめでとうって言ってくれるのは誰でしょうね？風邪をひいた時、病気になった時、誰がそばにいてくれるんでしょう？今はね、とても楽しく充実して、場合によっては仕事でも十分なやりがいがあると思います。でも人生は長いです。そしてですね、さらに言うならば、ある、調査研究があるんですけども、とても幸せな人と幸せな人をこう比較研究した調査があるんですけれども、ここではですね、一つ飛び抜けて例外的に違いが際立ったものがあるんですね。とても幸せな人と幸せな人で際立った違いは何だったのか。それはですね、とても幸せな人は豊かな人間関係が他人とあるということだったんですね。それはどういうことかっていうと、パートナー、結婚相手だったりとか、まあ家族だったりとか、社会的なつながりといった豊かな人間関係があるという部分が、とても幸せな人と幸せな人の間で際立った違いだったわけです。ということは、私たちにとって幸せっていろんな意味の幸せがありますよね。
例えば健康であることの幸せだったり、仕事でやりがいがあることの幸せだってありますよね。あるいはなんか美味しいものを食べる幸せだってあるかもしれませんし、大好きな場所に好きなタイミングで旅行に行く、そんなことも幸せのうちに入りますけれども、とても幸せに究極の幸せを味わいたいと思うんであれば、私たちにとって豊かな人間関係というのは外せない条件なわけです。それは頭で難しく考えなくても、そして実際その調査結果だけじゃなくて他のいろんな研究データからも同じような結果が出ているんですけれども、本能的に、あるいはこうなんかこう進化の過程の遺伝子レベル的に、そして心ハートで、私たちが誰かを愛したいという気持ちを持っていること、そして誰かから愛されたいという気持ちを持っていること、これは、こう難しく説明しなくても分かることだというふうに思います。そして愛し愛されて人生を生きるということはとてもとても幸せなことなんですね。ですから、もちろん結婚という形に最近はこだわらない、いろんな事実婚だったりとかいろんな形がありますけれども、一つ愛し愛されて生きるという上で、方法としてね、結婚というのがあるんであれば、ぜひね、結婚にチャレンジしてみてほしい、愛し愛される人生を生きてほしいというふうに望んでいる人には思います。そしてね、それを心から望んでいる人をサポートするために行うのが今回のセミナーなんです。今回初めてあえてはっきりと来年春に結婚することを目指して、逆算で今何をしなければいけないのか、このタイミングでこれをする、このタイミングにはこれをするということをお伝えするセミナーを行うことで、いつになったら結婚できるんだろうという不安から解放されてですね、私はこのタイミングで結婚すると決めて、そのために必要なことを行っていけるようにサポートしていく、そしてまたその方法をお教えしたいというふうに思っています。さらにですね、今回のセミナーはですね、初めて、多くの方が誤解している自分の中にある魅力をどうやって発見するか、そしてその魅力をどのように異性に伝えていけば、あるいは同性に伝えていけば、あなたの魅力がもっと伝わって、本当にね、愛し愛される人と出会うことができるのか、そして人生を共に歩もうと決めることができるのかについてもお伝えしたいというふうに思っています。でないとですね、残念ながら多くの人が、自分の魅力を過小評価している上に、あるいはここが自分の魅力なんだと勘違いしてですね、アプローチの仕方を間違えちゃってるというか、もったいないなと思うやり方をしているんですね。もしあなたの魅力があなた自身にもっと分かって、そしてそれが他の周りにいる人だったり他人だったり異性だったりにもっと上手に伝わることができたら、あなたの魅力に魅了される人たちがもっと出てくると思います。その方法をね、今回はお教えしたいというふうに思っていますので、真夏の京都でセミナー会場であなたとお会いしたいというふうに思います。来年春に結婚したいなと思っている方、ぜひセミナーに参加してみてくださいね。それではセミナー会場でお会いしましょう。